どうもリュウチです。今回ですね、メインチャンネルの方で白炭をね使用したんですけど、そのね白炭をねちょっとね紹介しておきたいと思います。土佐の備長炭でバラ2キロ最高級白炭ということで、中身がですねこんな感じになってます。こんな感じですね。そして燃焼させた状態っていうのがこちらになります。結構ね長時間燃焼させることができるんで、備長炭はね遠赤外線効果もあって、焼肉とかするときにはね美味しく焼いて食べる方、この備長炭はねおすすめです。ということで龍一でした。